東京淑徳中学高等学校宗教部小山と申します。よろしくお願いします。小山先生、はい、自分たち何かできることがあるんじゃないかと、何かしたいけど何ができるんだろうかということを悩んでて、1年ちょっとかかっちゃったんですけども、まあ、とにかく現地に行って、失礼かもしれないけれども、お話聞かせていただいて、自分の目で見て歩いて聞いて、何が自分でできるか掴んでこようという、今回そういう形で僕聞きました。ガラスが多いよね。最初は何ができるのかっていう、外側的な見方をしてたんだなっていうことが、昨日中里さんのお話とか伺って、絆という言葉がどれだけ外から見てる言葉だったのかとか、いろいろ、はい、こちら側の私自身の 親として、それから一人の人間として目線っていうんですか、そういうところからまた考えを直すことができまして、子供についてきたということだったんですけれども、もっとそれ以上のいい機会を与えていただけたと感謝しております。また、ね、こういうことが起こるかもしれないので、みんなにこういう時はこうした方がいいとか、こういうことになるよとか、そういうのを話したりとか、ボランティア活動を通してそのゆかりができた、ご縁がねできたということで、また旅行で来てもらったり、数十年後実はねいろいろしたことあるんだけどね、それが何かまたね次の展開あるかもしれない、そういうのを期待しながら、とボランティア活動させていただきながら気がついたんですけども、子どもたちにあるね潜在的なボランティア意識、自分たち何かをしてあげようという、それが実際こう活動させていただいて目覚めたのか、まあ、正直教員の立場で時間もありますし、まあ、そろそろいいんじゃないかと言うんですが、逆に生徒が、生徒に教師が叱られるくらい、生徒の方が一生懸命やってくれてたということで、ものすごくいいチャンスを与えてくれたなと感謝しています。はい、本当にありがとうございます。で、今日子どもたちのこの変化を見たときに、明らかにやっぱり自分たちの幸せを感じ、自分たちがそうなったときにどうするのかということをよく考えてくれてるんじゃないかと思います。本当に良かったなって思ってます。